国道136号起点静岡県下田市、新下田橋付近国道136号終点静岡県三島市南二日町 IC 付近国道136号は、静岡県下田市から三島市に至る一般国道である。静岡県鴨群松崎町石兵伊豆半島にあり、富士箱根国立公園や伊豆西南海岸に指定される継承地にある主要道路、 伊豆半島最南端に位置する下田市から西伊豆の海岸沿い沿って半島を縦貫し、中伊豆から三島市を結ぶ延長約 130km の一般国道で主な通過地は南伊豆町、松崎町、西伊豆町、伊豆市、伊豆の国市、神奈美町である。本堂は全線無料で中伊豆地域のバイパス道路である伊豆縦貫自動車道と伊豆中央道には 有料道路もある。松崎町の駿河湾を望む道路沿いには彫刻が展示されている区間があり、富士見彫刻ラインの愛称で呼ばれている。東伊豆の国道135号や新天城トンネルを通る国道414号と比べて道幅が狭い箇所が多く、特に南伊豆町から松崎町の間の通称マーガレットラインは大型車の通行が困難になっている。 観光シーズンには常時渋滞が発生しており、特に、静岡県道19号、伊藤博人線との交点、伊豆中央道、大人中央インターチェンジから、熊坂インターチェンジまでの区間、国道1号と合流する南二日待合し、伊豆中央道入り口の、大場川南交差点、船原出口交差点付近の渋滞は著しい。一般国道の路線を指定する政令に基づく、 駅終点及び、経過値は次の通り。富士見町王国ライン、静岡県鴨茂郡松崎町トンネル道の駅国道414号との分岐静岡県伊豆の国市三福。ありがとうございます。